JRA 日本中央競馬会。一昔前は NCK 元国営競馬。お前ついにやったなぁ、尻尾出したなぁ。は JRA お前新潟記念ハンデ戦だけど明らかにおかしいハンデ設定だったよなぁ。だから優勢酒井優勢の手綱を遠隔操作してライトバックを放馬させて競争除外。やりやがったな JRA 陰謀論 JRA お前らはハンデ戦だといつも別定戦みたいな戦績重視のハンデをつけていたのに、毎年毎年この時期になるとなぜか腐っているようなエコひいき。ハンデキャッパーの自我が出まくりだよこれ。一体どういうことだよ。おい、わかる。わかるよ。昔みたいにゴールでみんな一直線の想定でハンデつけたかったんだよな。日本は異常気象で夏。めちゃくちゃ暑かったし。頭いっちゃったんだよな。さすがに52キロの3歳牝馬。大花賞3着、オークス3着のライトバックのハンデはどうかしてるって。 JRA のレーティングでレッドラディエンスの七夕賞と同じ111ポイントだけど、それを踏まえてレッドラディエンスは 58.5 キロで3歳得点のマイナス3キロで、牝馬得点マイナス2キロで 53.5 キロが妥当だろうがよ。なんなんだこれ。はぁ、あ、どうお怒りじゃないですか。だいたいさ、 JRA のレーティングなんてお笑いなんだよ。イクイノックスのドバイシーマクラシックでのレーティング129ポイントが JRA は気に入らずに、ジャパンカップでマシマシのレーティング速報値で133ポイント修正値で135ポイントをゴリ押したからね。これはさ、歴史修正主義的なんだよ。世界一のレースがジャパンカップ、バカじゃねーの。歴史も格もねーよ。お前止まらねーな。もし本当に JRA がちゃんとした仕事してたら、七夕賞のレッドラディエンスが111ポイントで、このジャパンカップ8着で114ポイントつけられた主な勝ち倉。3勝クラスのオリオンステークスのスタッドリーはどうなんのよ。さあ、競馬ゆっくりの出し合いは JRA よ。そうだよなぁ、114ポイントは国内で独断でつけられる最高値。お前らはイクイノックスを世界最強馬にするためにスタッドリーを犠牲にしたんだよ。でもレーティングが上がることは悪いことじゃないんじゃ。こういう新潟記念のクソみたいなハンデ決定の要素になるなら、明らかに JRA のレーティングが公平性を欠いている事例だろ。このジャパンカップのスタッドリーの114ポイントは、それにスタッドリーの114ポイントに気を良くした調教師のお子さんこと奥村豊調教師がストロングにレーティングでサウジに海外遠征させちゃうし、こういう悲劇だってあるんだぞ。それでスタッドリーはサウジで故障引退。ついてないわね。おい JRA お前らついに尻尾を出したな。競馬ゆっくりがスタッドリーの出資者で JRA のレーティングのおかしさの被害者だから、俺の YouTube チャンネルを動画を監視対象にしていたな。だから競馬ゆっくりの新潟記念の予想動画で JRA のハンデキャッパーを批判したら、こうやってライトバックを遠隔操作して潰す、それがお前らのやり方ですか。さあ、陰謀論で頭が腐ってますよ。これでライトバックがこうなっちゃえば、競馬ゆっくりが逆進として予想して拡張と評価した、この方法は競馬ゆっくりのせいにできるもんな。 JRA お前らはうまくやったな。さあ、やめろやめろ。だいたいハンデの付け方の基準が変わったんならちゃんと発表しろよな。 JRA さんよ、これじゃライトバックが軽すぎるのって。 CBC 賞で同じ3歳牝馬のピューロマジック陣営がハンデに不満で回避したことが騒ぎになったからって思われても不思議じゃないし、それにレッドラディエンスが 58.5 キロ、キングズパレスが57キロと不当に重いハンデなのも、サマー2000シリーズの報奨金5000万円をケチったって思われるぞ。俺はそう思ってるからな。は？でもなぁ、JRA、競馬ゆっくりはそういうお前らの浅はかさ、気づいていたからな。なんだって？競馬ゆっくりの予想動画ではライトバック拡張とはサムネに書いていたが、買い目をお前らはちゃんと見ていなかったなぁ。どういうことなの？競馬ゆっくりの買い目は単服キングズパレス、3連単ボックスでライトバック、キングズパレス、レッドラディエンスのボックス、そう？
JRA お前らの陰謀はまるっとお見通しだ。経由さん、キングズパレス3着で副賞130円当たっていますけど、変換考えないと2000で70円のガミなんですが。 JRA はここまで考えていたのか。この黒さ、そこが見えない。うるせえよこの逆進。お前の逆進力の方がそこ見えねえよ。は？こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は2024年の新潟記念の回顧動画やっていくわよ。おお、大波乱の新潟記念だったわね。にっこり。時間もないし早速本編に入っていきたいんだけど、その前に、競馬ゆっくりは競馬の週末の予想やレース回顧、たまに真面目な競馬動画を出すチャンネルです。ぜひチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をしないと新しい動画がおすすめに乗りにくくなるので、ぜひお願いします。ってことで、まずは新潟記念の回顧なんだけど、 JRA の陰謀的なハンデはもうやったから言わないけど、やっぱさぁ、戸崎啓太さんってダメだわ。はぁ、啓太にも石投げるの？だってさぁ、レッドラディエンスは4着以内に入ればサマー2000のチャンピオン、報奨金5000万円が支給されるわけよ。確かに JRA のハンデの設定がおかしくて 58.5 キロっていう国領はわかるんだけど、4着には入らないとダメだよ。ケイタ、ちゃんと考えて乗ってんの？やめろやめろ。本当にさ、ケイタ、お前そういうところだからな。レッドラディエンスの出資者にとってお前の存在、スターウォーズにおけるシスだからな。マジでやっちゃいけないことやってんぞ。ダースケイター、レースとしては、JRA のハンデがクソってことかな。結局前走50キロといえどもマーメイドステークスを買った、また軽ハンデ。アリスベリテ53キロがレースの展開を荒らした。ってウィレース論評になるんだろうけど、新潟マイルも新潟2000メートルもワンターンのスタートから3コーナーまで距離が長くて先行争いが中だるみしやすくてスローペースになりやすい。そうなると、案外先行や逃げの馬が長い直線をそのまんま粘るっていう現象が起きるんだけど、まあ、平坦な先行逃げを殺す上り坂がないのもありそうだけどね。そうね。でも、アリスベリテが結構行ったけど、それでも1ハロン目 12.6 秒、2ハロン目 11.3 秒と直線走路がかなり多くて飛ばしやすいコース形態でありながら、時計を見ると全然飛ばしていない。そこから 11.5 秒、11.7 秒、11.8 秒と1000メートル通過 58.9 秒とそこそこ速いペースになったけど、こういう平均的に速いラップだと先行勢は結構残る。競馬ゆっくりは予想動画で新緑化が切れ勝負できないと言ったけど、小馬になって持久力勝負に切り替えていたのがアリスベリテの後ろの2番手で楽できた競馬で生きたわけね。これは競馬ゆっくりの見る目っていうか、正解までもう少しだったんだけど、新潟の長い直線にとらわれて切れ勝負の予想したことを反省しないといけないわね。関谷記念でも逆進したけど、そんなこと言ってたわね。そういえばあの時も、啓太、やっぱ啓太って、啓太って、はっきりわかんだね。そこからは 12.0 秒、12.1 秒、小回りコーナーで減速するも平均的に足を使うラップ。そこから上がり3ハロンは 11.8 秒、11.3 秒、11.9 秒。これを見ると、平坦の長い直線だけどがっつりラスト1ハロンは減速ラップね。そうすると、やっぱり瞬発力勝負のキレ勝負じゃなくて、持久力のスタミナ勝負になったってことね。っていうか、アリスベリテは直線で力尽きて10着。あれ？ JRA さん53キロで全然勝負できてないですね。こういうとこだぞ。JRA のハンデキャッパーさんよ。は？ 1 着の新緑化の勝因はこの持久力タイプというか、キレ勝負しない馬が先行争いして、血を吐きながら続けるマラソンにならなかったペースをアリスベリテより後方で楽できたことね。ハンデも牝馬得点込みで54キロとボバに比べて背負ってないし、夏は牝馬ってこの金量得点なんだよな。今回は全てが揃った勝利ね。つまり、ここを勝っただけってことね。そういうことね。
この勝利で金量は重くなるし、今後はかなり厳しい。JRA のハンデの付け方も曖昧だし、ハンデ戦も不透明ね。おお、2着のセレシオンは決め打ち騎乗でキレを最大化した結果ね。上がりがぶっちぎりの 32.8 秒。ここは勝ちたかった。結局このペースになったら勝とうと思って動かないといけないんだけど、全然有力馬は動かなかったから、完全に後ろの馬はキレ性能のバーゲンセールになったわけだけど、そうなるとハンデ差がもろに出た結果になったと言えるんじゃないかしら。もちろんキレ性能の違いもあったけどね。おお、つまり56キロのアドバンテージがあったと。そうね。だけどこの2着で少なくともキングズパレス、レッドラディエンスと互角以上、ローカル重賞なら頭を狙える馬とも戦えることを証明した。キレ性能ならこの馬が一番すごいけど。ってことはセレシオンはこれから良さそうね。そういうことね。ただ重賞2着で57キロつけられるハンデキャッパーさんがいるから、グレード別定戦で狙いたいわね。うちのギリギリのいい場所を選んだ荻野極むも好騎乗だったわね。ハンデ戦はハンデを見てってことね。ある意味この2着は足かせになるかもね。3着のキングズパレスは勝ちに行っての明治の仕上げだと思うけど、残念って感じね。勝利がサマー2000チャンピオンの条件だったから、レッドラディエンスを見すぎてペースを見れなかったのかも。キレはすごい馬だし、それだよりで決め打ちした結果かな。正直ここらで松岡下ろしてるメールでも良さそうな感じするね。おお、残酷ねえ。戦績からすると長い距離でも実績あるし、持久力の競馬も試してほしいわね。キレ勝負ならローカル重賞レベルだけど、モデルチェンジしたら化けるかもしれないわよ。そのために乗り換わり推奨ってやつなのね。ここで結果出ないなら審議は必要だと競馬ゆっくりは考えるわ。おお、4着のゴールドプリンセスは新緑化と同じくかなり展開が向いたわね。この馬は長距離の実績があるし、こういう高速ラップを刻まない、速いけどきつくないラップを重ねたペースなら楽々追走できてしぶとい。適正と位置取りでここに来たって感じね。だからある意味でここで構想しただけ。オープン、リステッドで人気になりすぎれば切って人気を数出しにしたいわね。で、問題のレッドラディエンスだけど、4着なら報奨金。で、5着。さすがにこれは許されない騎乗だよ。ケイタ、戸崎ケイタ、お前そういうとこだぞ。悲しい、悲しい。やっぱり 58.5 キロが答えたんだと思うわね。さすがにおかしいよ。58.5 キロは、JRA はサマーシリーズの報奨金出し渋ってる説、あると思うわね。陰謀論、ケイタが大外に追いやられたのはミスだと思うけど、まあ、チャンピオンに近いのはこの馬だし、邪魔されるのはなぁ、許容範囲かな。ただ、キングズパレスの松岡がこの馬意識しすぎだったのも事実。陣営は松岡勝ちで検討した方がいいって、相手にする馬間違ってんだもん。おお、まあ、上がり自体は 33.4 秒とキングズパレスと同じだし、ハンデに泣いたとはいえ、頭は無理でもここは4着に入らなきゃいけないレース。本当にそういうとこだぞ、ケイタ。は？レッドラディエンス自体はまだまだやれる馬だし、逆にこんな意味不明なハンデでここまでやれてるんだから、ローカル重賞やリステッド、オープンでまだまだやれる、そういう意味では一口馬主として羨ましい。ただし、出資者、その悲しみ超わかるわー。競馬ゆっくりもレッド軍団再加入検討してるからね。ライブ配信でまた馬選ぶかもしれないわ。おお、で、掲示板の馬を解雇したけど、着外の馬で気になる馬はいるの？いないかなー。特に今回はライトバックがどういう競馬するかが焦点だったし、ライトバックはここで習得賞金を加算できなかったのがまずいわね。っていうか秋華賞って、桜花賞、オークス3着でレーティング111ポンド獲得しててもレーティングで出走権獲得できないから、習得賞金はエルフィンステークスの1600万円。失踪はできると思うけど、
こういう馬の救済のためにレーティングはあるんじゃないかって思うけどね。JRA のレーティングなんてお笑いだけどさ。は？だってさ、ワンチャン114ポンドだったスタッドリーは異常値だけど、これで G1 に出走できたかもしれないのよ。結構高確率でさ、そういうことしてるから JRA のレーティングは信用できないとか言われるんだからな。ハンデもそうだぞ、JRA。まだ言ってらー。しかし、ライトバックはサムネ逆進ゲー。キングズパレスは本編逆進ゲー。ある意味ライトバック競争除外。JRA の返還で救われたのは競馬ゆっくりじゃ。やめろやめろ。以上になります。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。